ナマンダウ、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 ナマンダウ。こんにちは、釈是心です。今日は11日ということで、8年前ですね、約4ヶ月経ちますけど、東日本大震災があった時で、あの時はもう大地震が来ましてね、盛岡でももう揺れに揺れまして、もううちに娘と2人いたんですけどね、外に出て、おおって言ってですね、屋根の揺れの見てましてね、もう動けなくなってきました。その後津波が来てですね、多くの方が亡くなったということで、続々とテレビとかですね、新聞でニュースが入ってきまして、驚愕したことでございます。もう早くね、8年経つのかなと思いましたけれども、今日も多くの方がですね、海で、ご遺骨ですねを探したり、遺品を探したりしておられました。そういうニュースもやっておりました。私も何回か釈天門さんとね、連れられて、行きまして、被災者の方とも、お話しさせたりいただいたり、一緒にね、ご飯食べたり、させていただきましたけれども、とんでもないね、大地震で、また今回、まだあれですよね、東海の方にも来るというようなことで、戦々恐々としておられるのかもしれません。こういうようなものはね、起きてほしくない、天災でありますけれども、今もね、多くの方が仮設住宅に入っておりまして、経済的にね、余裕がないとか、あるいは身寄りをなくしてですね、もうどこにも行きたくないという方とか、あるいはそこでね、亡くなられる方も増えてきましたしですね、とにかく大変なことが起こったということであります。遠野物語にもですね、明治の地震、津波っていうのがですね、記録されているものが載ってるんですよね。そこにも、不思議なことも書いてありますけれども、やっぱり、多くのですね、亡くされた方の心の中にもう一度亡くなった方がね、書いてきてくださればいいわけですけれども、うちもですね、家族も兄弟も子供も孫もね、亡くした方々の気持ち考えますとね、どうも本当に言葉にならないんですよね。いろいろ妻亡くした、夫亡くしたって声聞きますとね、もうかけてあげる言葉がなくなるんですね。ただ、そうでしたか、そうでしたかということですね。本当に未だに、この日が来ますとね、私も悲しい思いいたします。それで、生きてる時にね、少しでも、自分自身もそうですけれども、心がね、少しでも安らげるようにということで、自分自身に対してもですね、仏様の教えを少しずつですけれども、聞く思いで、また、ですね、ご縁のある方いらっしゃれば、こういうものでもね、何か仏典になればなと思って、聞いていただいておるわけでございます。それで、今日は80のですね、最後ということでありますけれども、続きでですね、心の底に穏やかな海水が流れていれば、いくら荒波が立っても一つが干渉し合い、やがて静かな波に戻るだろうということで、波ということについてね、いろいろ親鸞聖人が、書いておられるので、ちょっと見たりしてたんですけども、大きく分ければですね、仏様の海と人間の海といいますかね、苦しみの海といいますか、苦海というかね、仏様の方は喜びの海なのかもしれませんけど、気を上げると、こういうふうにね、仏の海、人間の海というふうになってるのかなとか思ったりしますね。で、
あとでこれは言いますけど、続きを先にやってしまわないと、ね、ちょっと次進まないんで、先にこれをやりますけど、いつ死んでもそこが私自身の人生の究極の完成を意味しています。死は純粋な愛情の世界を表現しています。そこに溶け込むのです。まるで全ての川の色が青一色の海水に溶け込むようにと。シナ商人もですね、多くの川があるけれども海に飛び込めばですね、海に流れ込めばみんな一つのね、一味唐辛子となりますけれども、一つの味になるんだと、塩味になるんだというふうなことですね。いろいろな人がいるけれども、仏様のお念仏の塩を聞けばですね、どの人でも救われていくんだという、比喩ですよね。次ですけど、阿弥陀さんに出会わないで阿弥陀さんの勉強をすることはまるで、レーダーのない船に乗って台風の海に出航するようなものだ。必ず難破する。だけどそこに沈んだら出会えるんだな、ということですね。ここも同じことでですね、私たちが苦しい苦しいって言ってね、仏様がそこは生死の苦海だよと、苦しい海だからねと教えてくださってるんですけども、救われてみなければね、生死の苦海だってわからないんですよね。こんなこういうとこなのがひどいとこだなと思ったりですね、いやこういうとこもなかなか結構楽しいじゃないかとかですね、自分のその都合によっていい海にしたりですね、悪い海にしたりするんですけども、やっぱり目的地がないとかですね、そこに本当の喜びがない、一睡の夢と言いますかね、そういうようなことがありますと、どうもそこは本当のとこじゃないんだよということがですね、救われてみて初めて分かるわけですよね。ですから仏様の海のに包まれて、私たちは勝手にですね、仏様の海が苦海だとかですね、人生は苦なりというようなことを言うんですけれども、それは人生の中にもですね、苦でもない楽でもない真実一如の世界に包まれてきてるんだよということをですね、教えてくださってるところから、違ってくるのかなというような気がするんですね。そこに、ちょっと、別に阿弥陀さんの勉強して悪いことじゃないんですよ。私なんかもね、全然わけわからなくて、この仏教を勉強したら一体どこに行くんだろうって、無事に帰ってですね、手伝いすればいいのかというような程度でね、勉強しておったんですけども、だけどやっぱり、後で気がつけばですね、そうだったんだなと、もったいないことしたなとね、思うんですよね。何かやっぱり一本筋がね、光明がどんな攻撃でもね、見えてきたはずだったんですよね。見えなかったんですからね、しょうがないですけども、だけども、ね、毛穴からね、仏法は染み込むと言いますから、こうやって少しね、あれ、あの時ああいうこと先生言ってたよなってことで思い出す時もありますのでね、やっぱり自分の身に合った言葉っていうのは覚えてるもんですよね。その人はその人なりにね、覚えてるんですよ。不思議なもんだなと思いますよね。自分の身の丈に合ったね、仏法というものがね、あるのかなという気がしますよね。記憶のいい人はね、もうはっとね、中村はじめ先生なんかはですね、卒業論文ですか、大学の卒業論文の時にね、リヤカーいっぱいね、資料を、論文を作ってですね、卒業論文にしたそうです。指導教授も大変だったと思いますけどね、読む方もね。リヤカー山ほどですね、資料積んで、卒業論文出されたって言うんですよね。はーって言いますね。私はなるべく短く短くですね、会話も。今ですとコピペは良くないとかですね、盗用だとかって言われますけど、当時はね、いろいろあったんですよね、それなりにね。だって学生の分際でね、指導教授よりね、優れた論文書く方なんてもう、ごくわずかの方ですよね。そういう方は、先生になればいいのでね。それで、勉強するということはね、大事なことです。親鸞聖人だってそうですからね、20年間ね、天台の経学堂はですね、法華も法華
教も勉強されたしですね、一応仏教と名の継ぐものはね、そらんじでおられたんでしょ。法然上人はもっとですよね。多分法然上人はね、大蔵経全部ね、記憶してたんじゃないかと思う時ありますよね。5回も読んだってんですからね。そういうふうなね、だけどそういうところから念仏一つってね、選ばれたわけでしょ。選んで 選ばれる妙な道にね、入られたわけですよね。だからそれが大原問答とかね、なって、法然上人ほどね、お弟子様の多かった方いなかったというくらい指導力を発揮される力になったわけですよね。ですからどんな問題持ってこられても、法然上人は論破されたようですよね。論破っていうんていうかな、丁寧に丁寧に答えてですね、相手の方が、はあってだんだんこう、稲穂が下がるようにね、はあって頭が下がるようなね、お話されたんでしょうね。いわゆるへりくずを言うとかですね、あるいは難癖つけるとかですよ、そういうふうな話し方ではないんでしょうね。あるいは論点をすり替えるとかね、そういうことはしなかったんでしょうね、法然上人は。しながらそういうことでね、勉強は、仏教の勉強はね、やっぱり無駄になるものないと思うんですよ。ここにはね、レーダーのない船と言いますけれどもね、だけども、ナンパすればね、よかったとこうなるわけでしょ。法然上人もね、失敗したと思った時に成功したわけです。親鸞聖人もね、間違ったって気がついた時にね、精進の道がね、開けたわけですからね。やっぱりね、失敗もね、大事なんですよね。大事な失敗もあると思いますよね。それを自分のにの身になるようなね、失敗になるといいわけですよね。次は、一度阿弥陀様に救われたら、もう真実から退くことはない。変化してやまない、流動してやまない川の中を、阿弥陀様の舵取りで阿弥陀舟に乗ったようなもの、着いたところが如来の大海、大極楽浄土、人生はその船旅なのだということですね。真実と言ってもですね、私も真実真実と言いますけれど、本当は分かってないわけですよね。阿弥陀様は真実そのものですから、真実の働きをするわけですよ。ですけれど、私は真実ではないので、真実のね、働きをね、発揮することはできないけれども、仏様の方はこういうふうにおっしゃってますよね、というようなことはね、わずかお伝えできるわけですよね。阿弥陀様の船に乗るということで、この前も言いましたけどね、あんまり豪華客船だとね、そういうふうな船にね、乗るイメージがね、今も私これ書いてる時もあるんですけどね、今もちょっとあるんですけど、違うのかなってね、丸太でいいんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。後で書いてますけど、次は、今ここにある止めどない時の流れにかかる念仏の橋を渡って、純粋な愛情の海に帰ろうと。海っていうのは仏様の純粋な愛情の世界だというイメージですね。海っていうのはあれですよね。前も言いましたけど、言いましたっけ。物を浮かばせる働きとかね、あるいは海っていうのは塩辛いですね、塩。これがなければね、人間なかなか生き、動物はね、哺乳類は特に生きていけない。これは象とかね、アフリカにいる動物たちもね、陸の中ですけれどね、塩分を含んだ土をね、舐めに行くそうですよね。なんか見たことありましたけどね、象とかね、あるいは、何でしたかね、鳥もそうでしたかね、塩分が多く含まれてるですね、土があって、それ食べに行くんですよね。ライオンなんかもどうなんですかね。あれは動物のね、生肉食うからそうじゃないんですかね。草食動物はそうかもしれないですよね。動物は肉とか食べるから、その血の中にね、塩分入ってるからいいのかなと思いますけどね。
まあ、ミネラルとかね、なくなると大変ですよね。ですから、まあ、これは海っていうのは阿弥陀様の本願と同じようなものでね、海っていうのは全ての命の根源だと。阿弥陀様が命の根源だということと同じですね、本願がね。だから生まれるところでもあり、帰る場所でもある、帰るところでもある、生であり死であると。それは生死一如の世界でもあるというのがね、本当の、まあ、海ということかなと思うんですね。まあ、それを私たちは自分の都合でね、苦しい苦しいって言って、まあ、苦しいですよ、実際死ぬまで多分苦しいと思います。残念だけどね。ね、いいだか悪いとかって言って苦しまなきゃないんでしょ、一生ね。だけどその中に、ああ、仏様のね、夢の中にどっぷり使わせてもらってるなというようなことになればですね、まあいいのかなと思うんですね。ちょっと楽になるのかなと思いますよ。まあ、ちょっと魚とかはね、青い海の中にね、生きてますけども、人間もこの空気のね、海の中にいるわけですよね。まあ、空気というと、あれ、空気の海っていうんですかね、見えませんけどね。魚だってあれ、海の中にいるなんて自分で考えてないんでしょうね。まあ、生まれた時からそこにしかいませんから、知らないわけですよね、陸の上はどうなってるか。あ、で、上がれば死んでしまうので、あ、こんなね、息苦しい世界があったのか、死ぬ死ぬやつって死んでしまうわけですよね。まあ、だから人間もそうですね。海の中でね、生きようと思ったってね、もう10分もね、生きていられないわけでしょ。あ、苦しい苦しいってわけですね。お互いにそこを生きていけない世界だけども、まあ、こちらの方は、まあ、人間ですけども、まあ、ここもね、海の中もどちらも仏様の海の中だっていうことですよね。で、お互いあっちとこっちでね、海の中と陸の上ですけれども、共に阿弥陀様の、海の世界の中にね、本願の世界の中に住まれてきているということだということでありますね。まあ、ですからその、ここにね、命を受けたということは、すでに、さまざまなものをね、まあ、人間に限って言えば、人間もそうですけども、すべての生き物は仏様にね、愛されて生きてるんだよってことですよね。だけど、それを人間は殺して食わなきゃダメなんだよと。魚もね、魚食って生きていけなきゃ生きていけないよねというところはあるわけですよね。次は、念仏の船に片足かけて、シャバと浄土の景色を見ながら、今日もゆくゆく煩悩を買い、何万打仏何万打仏ということですね。船に乗るっていうと、なんかね、もう極楽に行ったような気がするんですね、イメージ的に私はそう思うんですよね。ああいうふうな豪華客船に乗ってですね、3食ね、ご飯出ますでしょ。あとはもう飲めや歌えですよね。あ、黙ってれば目的地に着くわけですね。途中で港に寄ってね、たまに 辻を踏んでね、英気を取り戻すということがあるんでしょうけども。まあ、極楽のようなとこですよね。お金で買える極楽というかね、人生の終活の一環として世界旅行する方もあるようですけども、それに乗らなくてもね、念仏者は阿弥陀様のね、豪華客船に乗ることができるというイメージがありますよね。ちょっともう乗っちゃえば、助かっちまえばそれでいいというイメージあるんだけど、そうじゃないんじゃないかなって気するんですね、最近ね。まあ、煩悩の海をね、行くわけですけども、その煩悩の海って誰作ったのってことになる。ちょっと私の責任ですよね。じゃあ、責任放棄して次から次から襲ってくるですね、火の海、あるいは水の大波をですね、かぶりながら二ヶ白道という絵を見ればね、書いてますよね。あれがやっぱり本当じゃないかなと思うんですよ。ね、親鸞聖人は少しね、盛りすぎじゃないかと思う時があるんですよね。船に乗るなんてね、まあ、よっぽどね、海と船がね、気に入ったんでしょうね。でなきゃこんなこと書かないですよね。禅道大師に帰ったらですよ、二ヶ白道っていうね、大波がね、大火がね、バーッと追いかぶさる強烈なイメージがありますからね、二ヶ白道っていうね、救われていく道っていうのはね。
まあ、ちょっと日本人っぽくね、少しソフトにね、イメージされ作ってくださったのかなという気がするんですけど、まあ、今日も生きゆく煩悩会ということで、煩悩の海を渡らせていただきながらね、生きていくんだよということですね。そこには仏様がいらっしゃいますということです。まあ、これはちょっと話がね、仏教の話じゃないんですけれど、ドキュメンタリーがなんか見てよった時にね、手話を習ったゴリラ、ココっていうのがあったんですよ。白人の女性の方でしたがね、ゴリラを捕まえてきてね、人間のようにね、育てようと思ったんですね。どうしても意思疎通したいということでね、手話を教えたんですね、生まれた時から。そしたら覚えちゃったんですね。知の指数がちょっと高いのでね。それで手話で会話できたって言うんです。お腹すいたとかね、もうお腹いっぱいだとかですね。面白いとか面白くないとかね。簡単な感情表現はできたそうですよ。そして、ココが死ぬ時にですね、聞いたそうです、手話でね。死んだらどこへ行くの？と係員が尋ねたそうです。死んでね、なんかわかるんですよ、死ぬってことね。やっぱりほら、周りに、ゴリラもね、長生きしますから、猫が死んだとかね、ネズミが死んだっていうのを見てるわけですよ。死ぬってことは冷たくなって、ね、辻にみんな埋められてしまうっていうのは見てるわけ、知ってるわけですね。そしたら、死んだらどこへ行くの？と係員が尋ねたら、安らかな地下へ、さようならと答えたそうだったんですね。私、この言葉聞いたらびっくりしましたね。はあってね、一切至上質仏性なんてね、口で言ってますけども、はあ、気持ちわかるんだなと思ってね、もちろんそれよりももっとですね、安らかな地下へさようならって言ったんですね。これ大人言えるかっていうことですね。今のお前が言えるのかって言えたら、いや、安らかな情でさよならって、実際死ぬわけですからね。いや、今言えるのか、後生の一大事を今解決できるのかってなことで、ね、頑張りますけど、死を問い詰めるとかですね、いつ死んでもいいんだろうって、まあね、いうことですよ。後生の一大事が解決すればね。あとはまあ、ご縁がある限り生きるということですけど、必ず死ぬ。そういう死をね、常にこう、ね、人工劇だと。いう自覚を持ちながら生きていくということですけどもね、改めて安らかな地下へさようならと言われた時にね、ドキッとしたんですね。はあ、頭下がりました。と答えたそうだと。びっくりしました、私はね。はあ、すごいゴリラがいるなと思ったんですけどね。いや、動物はみんなそうらしいですよ。していろいろ手話でね、このここっていう、でしたがね、引き取られたっていうことはね、親がいなかったっていうことですよね。で、お父さんお母さんどうしたのって言ったらね、人間に首切られて死んだって覚えてるんですよね。と思いましたけどね。だから犬でも猫でもね、自分の過去は全部記憶してるんですよね。だから捨てられた犬とか猫なんかね、ちゃんと覚えてるんですよね。飼い主は誰だったって言ってね、なんで捨てられたの私は。そういうことを覚えてるらしいですよ。人間だってそうですよね。捨てられたら傷つくんですよね。だけどそういうふうなゴリラがね、もう自分の人生観っていうかね、しっかり持ってるんですね。もう生きてる時に安らかな地下へ行く、さようなら、安らかなってね。なかなか言えないなと思いましたね。頭は下がりました。まあ、それをちょっとね、考えてみまして、海の魚に尋ねたら安らかな海底へ、鳥に尋ねたら安らかな青空へと言うだろうか、私に尋ねたら 安らかな浄土へ さようならと今言えるだろうか、ということでね、反省しましたね。教えられました。次は 電線の上にいたカラスに念仏してみた。知らんぷりしていたがきっと聞こえているはずだ。いつか花の上や海の上や子供たちの上で知らずに念仏するだろう。誰かがそれに気がついて、いつかきっと不思議に思って念仏するようになるのだろう。
何もしゃかりきになって人間に念仏を教え込まなくたっていいじゃないかということですね。もうやけくそですね、これですけどね。カラスに、いや本当にね、カラスがいた時何万ダブ何万ダブってね、あんまり人いると恥ずかしいんでね、何万ダブ何万ダブって、ね、聞こえる程度に言うんですよ。で、ゴミ出しに行く時なんかカラス、ね、こう待ってますから、はーって言ってね、何万ダブ何万ダブって、こうあっち見たりこっち見たりしてますけどね、カラスはね3歳児ぐらいの頭ありますから、ね、聞いてるんですよちゃんとね。してカラスにねいたずらした人はね、そのカラスにねちゃんと覚えられてね、意地悪されるんですよね。私も一回カラスに石投げたことあったんですけど、そしたら糞がねひゃーっと飛んできましたけどね、その日じゃなかったけどいつ飛んできたとか、ね、あのなんだと思ってますよね。車にね糞がかけられたりとかね、いやだってあれ道路にねカラスがあのクルミをね置くじゃないですか、見たことある方あると思いますけどね、あまず都会ではないですかね、盛岡だとねよくカラスがね道路にクルミのかけらを置いてるんですよ。でクルミにタイヤにね、車のタイヤに火がせてね割れるのもあってんです。そしてまだ出てきてクンクンクンって食べてですね、割れるまでちゃんとそこに置くんですよ。で、よげるでしょ。よげるとまだよけた元のですね、踏むとこに置いてくるんですよね。あれはどっから狂い持ってきてね、どこでああいう知恵を覚えたのかと思うんですけどね。ああ、賢いですね。まあ、日本はあれでしょ。ヤタガラスって言ってね、日本のあの鳥はカラスですよね。アメリカのインディアンの人たち、ネイティブアメリカンっていうんですか、あの人たちは、あの先祖もねカラスだっていう話聞いたことありましたけどね、まあ、ちょっと違うかもしれませんがね、なんか京都したのあるのかな、ね、いろいろ話ね、カラスがねあのあれですよ、賢くてね、あの狼とかいるじゃないですか、はぐれ狼っているんですよね、これもドキュメンタリーで見たんですけど、はぐれ狼っていうのがいましてね、もう仲間外れにされた狼いるんですよ。一人でね、ライオンなんかでもあれでしょ、あのトップの座から降りたやつはね一人で生きていかなきゃいけない運命あるじゃないですか、多分そういう感じですよ。一人でね狼がいるんだけども、どういうわけかね、あのカラスがね仲間になるんですね。そしてカラスがね遠い高いところにいるからね、ウサギだとかねあの見つけることができるんですよ。そうするとそれをねあの狼に知らせるんですよ、あっちにいるって。こっちこっちって言ってですと、狼がねそっち行くんですって捕まえて食べる、そっからそもそもおこぼれに預かって食べるんですよね。そういう共同作業をしながらね一緒に生きてる、カラス見たことありましたよ。だからねやっぱり、昔の人はねこれは普通の鳥じゃないなと思ったんですよね。あ今はカラスというとねアグヤグになってますけどね、昔の日本人は神様からの使いだと思ったんでしょうね。だってサッカーでもね、ヤタガラスがついてますからね、8 つの尾っぽがついたね、カラスを象徴にしてますからね、やっぱりいい鳥だと思うんですよね。まあ、迷惑な時もありますけどね、立派ないい鳥だと思いますね。次は、歎異抄の第、親鸞が書かれた歎異抄の第15条に、弥陀の眼線に乗じ、生死の苦海を渡りぬればとある。船とは弥陀や老人や子供、弥陀が老人や子供、善人悪人も無条件で平等に救うために作った船という意味だろうと。願とは弥陀の永遠に続く祈りであり希望であり、すべての人が持っている本当の夢でもある。その夢は人間が人間自身になるために永遠の願いを自らに約束した願いでもある。これらは実現不可能な見果てぬ夢でもある。この夢は人が人になるために、自分も他人も皆同じ縁から生まれ、縁に帰るために、今仮にある存在を知るために、自分だけが持つことができる夢だから尊いのだ。そこにおいて皆善悪を、善幕っていうんですか、善悪を超えて同じ仏法の友達になれる世界がすでにあるからなのだ。っていうことですね。
まあ、阿弥陀様のね、見果てぬ夢ですよね。人が生きてる限り、救われない人がいる限り、私は救い続けるということはね、人間にはできませんよね。限界がありますからね。それを考えただけでもね、すごいなぁと思いますけどね。昔はそうは思わなかったですけどね。考えればね、阿弥陀様の四十八願、よく立てたもんだなと思いますね。しかもそれが念仏一つでね、助かるなんてね、やっぱり人間の知恵じゃないですよね。仏様の知恵ですよね。不可思議、不可説、不可思議ですよね。それが人間にわかるんですよね。念仏信じればね。やっぱり頭が下がったりしないとね、ダメですよね。弥陀の眼精に助けられたりね、弥陀の眼精から応じてね、因果百道を歩んでみなければ、これはばかりはね、体験してみなければわからない世界かもしれませんけど、誰でも体験できるんだよということですね。次は、行ってみたいっていうね、これはつまらない詩ですけど。行ってみたい。言葉のない国へ。行ってみたい。色のない国へ。形のない国へ。人のいない国へ。私がいない国へ。命のない国へ。仏様のいない国へ。鬼のいない国へ。空気のない国へ。青空や海のない国へ。花や緑やな、緑のない国へ。何もない国へ。そんな国から帰ってきたら、私には何が見え、何が心に浮かぶのだろうかとですね。あまりにもね、今あるところが当たり前すぎな、すぎてですね、ありがたくなくなってるんですよね。だから一回そういうとこから出てですね、生死の深いね、どんぶり沈んで死んでしまってしまう方が、そういう世界が見えるということですけれどね。次は、無明の闇に悩む心が本願の海を単に愛情の海にしているのだ。私の心に信心の少女意欲が湧き出てくれば、海は海ですね。海という字をね、海にしてます。水分、まあ間違ってばっかりですね。海はもともと全ての人を浮かべることができる海だったと気がつくことができる。清浄意欲があれば海はいつでも元の清らかな海に戻るのだと。そういう仏様のね、清らかな海なんだと。そのもとにあるのは清浄意欲といってですね、本願といって、本願は知恵と慈悲を持ったですね、清らかな、意欲だってね、昔あれこういう言葉がね、世親菩薩の言葉があるというね、前言いましたよね。次は、これでいいですかね。もともと一つだった仏の海を凡夫の海にしていたのは、凡夫の迷っている心がそのように見せていただけだ。海がもともと二つあるわけじゃなくて、本願が全てのに人が救われる、浮かばせてくれる海一つだったのだってですね。あれですよね。やっぱ真実に近づくとね、恐怖心が出てきてね、やっぱり、仏様がね、鬼に見えてくるんですよ。だんだんこれでいいのかなってね、新しい世界に行くときそうじゃないですか。恐怖心がね、出てくるでしょ。新しいことをするときにもそうですよね。恐怖が先に立ちますよね。鬼だと思っておった人が仏様だったということもありますしね。仏様だったと思って優しい声をかけてくれた人が実は鬼だったって お世間では よくありますよね。そうじゃないんだ。自分が鬼だったということですね、もともとね。そういうことですよね。そういう世界です。仏様の海もね、まあ、こういうことですね。何度海っていうのは、これは渡ることが難しい海って書きますね。何度海に浮かぶのは弥陀の眼線より、私にとっては弥陀の丸太でもいいのではないかと思う時があった。
表がある。弥陀の岩泉なら嵐も大波も軽々と避けて庄司の大海原を堂々と渡っていけそうな気がします。だけどこの凡夫にとっては毎日が大波小波に揺れ動いている日常です。丸太になったら毎日生きるために庄司の波に叩かれて生きていくしかないのだからと思います。一本の丸太、それは例えてみれば映画タイタニックのような、あ、ちょっと待ってくださいね、飛んでしまいました。あ、タイタニックのように愛する人をボートに乗せてこれで安心と思いながら自分は海に沈んでいくディカプリオでいいのじゃないかと最近思うようになりましたって、ね、タイタニックって映画、ね、ご覧になった方ありますかね、恋愛映画ですけどね、最後は愛する人をボートに乗せてね、自分は船のヘリについてね、いつか二人で助かってね、一緒になろうって言ってるんですけど、まあ、海が冷たくてね、だん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 顔が真っ青になっていくわけですね、男性の方はね。そしてもう、あなたが一人しか乗れないボートかなんかですね、あなただけ助かってほしいって言ってですね、だんだんこう力が抜けて、スーッと入っちゃってですね、死んじゃうんですよね。そして、何年後かにね、その若いお嬢さんが80過ぎになってからでしょうかね、もう一回そのタイタニックをね、もう沈んだ場所に行って、見に行くという許可があったらしくてですね行くわけですよね。そしてまあそこでなんか最後、彼からなんかね宝石を海にね入れたということでしたけどね、そういうような感じで、いいんじゃないかなと思うんですね。大海原でね、立派なタイタニック号のような海でじゃなくてもね、クイーンエリザベス号のようなね立派な食事付きの船でなくてもね、あるいはアスカのようにね、大きな船でなくても一本の丸太でね十分でないかと思うんですよ。そしてそこでね浮かべるだけ浮かばせていただいて、ああ助かったなと思いながらね、そして力尽きて、庄司海にね沈んでいく、そこが仏海になっていくということで、いいのかなと思うところがねあるんですよね。まあ、そういうことをね、あの映画を見ながら感じてね書かせてもらったことであります。次は、海は人を生かし苦しませ人を変えるところだった。人と共に生き、人と共に生死を分かすところ。人は苦と楽の間に生きる存在ではなく、仏と共に生きていくように海と人が共に生きていくことができる存在なんだ、場所なんだ、人間なんだ。海は人の生と死のすべての歴史を知っているからなんだって。あ、これは感想文ですね。海っていうのは阿弥陀様ですよね。まあ、海っていうのはやっぱりあの比喩ですからね、メタファーっていうんですか、比喩ですけども、どうも私も比喩にとらわれてね、実際そういう皆の本願があるのかなと思ってですね、しまいますけれども、二河白道というね白い道があるのかななんて思ったりしますけどね、そうじゃないんですね。阿弥陀様のそういう見えない世界を海という比喩で親鸞聖人はね、感じられると思うんですね。次ですが、海が人を浮かばせるように阿弥陀は人の苦悩を喜びに変える働きを持っている。阿弥陀様が私を救ったように、すべての人が救われるところだ、救われたところだ、救うところだ、信心を得るということだ、仏の心に目覚めるところが海なんだ、海そのものの働きなんだと。一旦海の力に任せてしまえば、自分の力が抜けてしまえば、誰でも海に浮かぶことができるようになっている。これが人間本来の体の構造なんだ、身なんだ、他力の心なんだってですね。要するに心身一如という言葉ありますよね。身と心は一つですとかね、春禅師の所作が言っておられましたけど、
心も身も一つなんです。身も心も、心も身も一つなんですと言ってましたけどね。そういうことかなと思うんですね。どうもこっちの方ばっかりね、心ばっかり考えてるもんですから、だから身の方がついてこないっていうか、置いてきぼりになってしまってるんですよね。というよりも、この心がね、どうも先走ってるというよりも上っ面なんですね。でんと腹が据わってないっていうところで、私たちは救われないということがあるんじゃないでしょうかね。それがそういうね、海に入ってみたりするとですね、自分ではね、泳げない泳げないなと思ってますけども、そんなこと考えなくてね、ボーンと入ってしまうと、あーって、この心は私二人向きますけども、この体の方はね、この身の方は心を伴ってですね、身一つになって、海の上に浮かぶことができますよね。信心を得る時も同じだということですよね。そして海に入って、助かった時にね、浮かんだ時に天井と言って、私たちの心がね、この心、この心と思ったものがですね、仏様の心が入ってきて、心がね、コロッと他力に変わるということですよね。最後ですが、親鸞聖人も北陸で京都の琵琶湖と違った海の豊かさと広さと厳しさを身にもって体験されたのではないかと思うのです。また、海岸に打ち上げられた死体や豊漁に沸く漁民たちの歓声も聞いたことでしょう。海からは多くの生と死が打ち上げられたのでしょう。そこで親鸞聖人はきっとご自身で海に浮かんでみて、一度は溺れかかり、やっと浮かぶ術を身につけられた体験があったと思うのです。海にお任せすれば浮かぶことができるという本願にお任せした時と同じような宗教的な本能が働く感覚を思い出されたのではないのでしょうか。他力を感じて自力を捨てさせられてこそ、本願に生きることができる世界と同じ感覚を身をもって再び体験されたことでしょう。これは人間誰でもが持っている自然に任せる、自然って言ってもいいんですが、自然に任せることができる本能のようなものに任せることができる聖徳の生まれ持ったということですね。能力なのかもしれませんということですね。ですから、宗教は人間のね、本来的な本能だという人もいますよね。鏡像満師は人心の私欲よりいずる姿勢の要求だと言ってますよね。もう本能よりも強い要求なんだということを言ってるんですね。ですから、ここにもね、親鸞聖人はね、一度ね、海で溺れたんじゃないかと書いてますけれども、多分溺れたと思うんです、一回ね。だって山でしか修行したことない人ですからね、海は苦手だと思うんですよね。山はね、自分の力でね、一生懸命、えいえいえいってね、働かなさければ動かせないでしょうよ。ところが海はいらないでしょ、それね。いきなりいらないっていう世界に入ったらね、驚きますよ。一生懸命、自力の限りを尽くしてね、北陸の海で、盛岡でキャッパリって言うんですけどね、溺れかかったと思うんですよ。そしてみんなね、漁民の人たちが、死なさ、大丈夫、大丈夫って言ってですね、多分笑われたんじゃないかと思います。だけど、親鸞聖人もね、何くそと思ってですね、よし、じゃあ任せようってね、本願に任せるんだって言ってですね、もうどうぞ、なれって言った時にですね、ふわっと言う、そしたらみんながね、わあ、親鸞さんが浮いた浮いたってですね、さあ、面白かったんじゃないかなということをね、想像するんですよ。そして、そうか、海ってのはな、そういうことなのか、他力の海、本願の海なんだな、みんなそういうところでね、ここの下地は生きてるんだな、何もね、勉強しなくても体で皆さんね、本願の喜びを知ってるじゃないかというようなことをね、薄々とね、深くね、感じられたんじゃないかな。だから、いい体験をね、されたと思うんですよね。そういうようなことで、海地についてちょっと長々とね、お話しさせていただきましたけれども、ぜひね、もうちょっとね、暑くなったら海水浴に行ってですね、親鸞聖人の思いをいたしてですね、一回海にね、ポカーンと浮かんでみてもね、心中、
海に浮かぶ浄土真宗ということでですね、ありがたみがちょっと深まってくるのかなと、体験する浄土真宗ですねあってもいいのかなと思います。どうも今日はありがとうございました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。